小鳥さん、今日はこの塚彩菜さんのハーフパイプレッスン実行しますよ。楽しみましょう。はい、Here we go。 まずはサンライズエクスプレス乗ります。みんなの名前と今日の目標を言ってもらおうかな。じゃあ啓太から。高橋啓太です。24歳の啓太って言います。福松です。小鳥です。年明け1年。今日の目標はハーフパイプ入ったことないからかっこよく滑れたらいい。はい、よろしくお願いします。池部葵です。10歳です。目標は飛んだらいっぱい回転できるようになる。おいいね、すげーな。目標は高く。学校で流行と言います。流行。今日の目標は高く飛びたいです。はい、頑張りましょう。お願いします。具体的。48歳池さんです。腰が痛くならないように頑張ります。これが今日のモンスターパイプ。おお、かっこいい。じゃん。かなりね、スノーボーダー率がちょっと高いので、それを言わしていきましょう。言わしていきましょう。ちょっと最初はフリーランスに行こうかな。ああ、いいですね。大事なんで。これなんだ、隣の。頑張れ。これめちゃくちゃ怖い。やば、想像以上なんだよ。想像以上に怖かった俺も。だってあれあんなさ、足がめっちゃ怖いすぎる。ねえ、やばかったよね。あ、上にすら行けてる。そりゃそうだ。やつめっちゃ飛んでた。と思うだろ。全然飛べてねえ。めっちゃ怖い。ぐらい。ウィーンってなってるから。うん。ちょっとめっちゃ楽しいんだけど、ジェットコースターみたいな。頑張りましょう。ケイタ先生、今日は先生じゃないですか。一緒生徒今日のコンディションどうですか、パイプの。選手みんな、初めて施設のパイプに出た。はい。すごい綺麗でしたね。キッズ向けとしてはどうですか。キッズ向け、まあ最初入門って入るには相当いいくらいかな。ああ、なるほど。大きすぎず。なるほど。じゃあ今日はうちの小鳥ちゃん、リップ抜けるのが目標ですので、はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。無理だよ。人楽しい。無理ゆき。お
怖え怖え、出せんだよ。出せよ。じゃあ言うな、もう怖えって。
踊りさん、今ハーフパイプ2本目3本目やってみましたけど、どうですか？最終日はいいんじゃないかな。ちょっとずつ壁上がっていけるようになりました。じゃあ目標は壁のてっぺんでターンができるようなぐらいまで頑張ってみましょうかね。でもきっと小鳥なら結構レベルアップできるんじゃないかなと思います。頑張りましょう。はい、もちろんです。見たいですね、はい、もう見てなかったですね。あ、お父ちゃんいるからな。お願いします。もう葵さん、大丈夫ですか？初めてパトロールのお世話になり、そして下まで搬送していただきました。足はどこが痛いですか？教えてください。ここは右です。うわー、ちょっと歩けそうにない？うん、骨が痛い。骨が痛い。でもお前少しも泣かなかったな、偉いぞ。いや、じゃあ一応念のため病院に行ってみましょうかね。見てもらいましょう。葵さん、残念。小野塚彩奈先生、また次の機会にレッスンお願いします。彩奈先生、今回は途中で終わったけど、またハーフパイプを教えてください。バイバイ。葵さん、さて初めてパトロールのお世話になって、まあ、あの車のとこまでね運んでもらいましたけども、葵さんは今回怪我をしてみてどう思いましたか？怪我した人はこんな気持ちなんだなって思う。やっぱり怪我はしたくないね。またハーフパイプ挑戦しますか？イエス、もちろんだぜ。リベンジだ。いや、yeah。
that father is 10 men permed.